忙しい中あの2日間もあのやる講習会に、えー、と来ていただいてありがとうございます。あの私あのボーノと申しますあのここのライフサイエンス統合データベーセンターというこのこのスペースがちょうどライフサイエンス統合データベーセンターの一つの部屋になってるんですけどそこであの研究員をしているものでございます。であの今回実はえまあちょいろいろまずは最初ちょっと趣旨の話から。 しようと思ってたんですけどあの今まであの実は我々あの講習会をまあライフサイエンスデータベースのえー使い方の講習会をいろんなほん日本北海道から沖縄までいろんなとこでしてて大体毎年56回と違うとこで主にまあ地方が多いんですけどやってきました。だだんだんん皆さんが えー、もうそれなと実はもう8年ぐらい8年かな8年ぐらいやってるんですけどあの毎年どんどんやっていくにつれてあの、まあ、だんだんこう裾野を広げるという意味でやってきて初期向けの講習会っていうのをやってきたんですけど、まあ、皆さんあのだんだん分かってきてというか、まあ、あのできる人はもっと高度な内容をやってほしいっていう。 話が割とあるんですけど、まあ、一番の目的がこう幅を広げるというか裾野を広げることが目的なのであの割と初級向けの話ばっかりになっちゃってて申し訳ないなという気持ちが割とあってでちょっと中上級向けの割と難しめのことをやりたいなとはずっと思ってたんですけどちょうどあの今年度このえっと。 この10月にこの、まあ、皆さん今日も持っていると思いますけどあの本をこう出版することができて、えっと、NGS のデータ解析に関する教科書がいい教科書ができたということでじゃあこの教科書を使って NGS の中上級向けの講習会をやってみようということであの今回企画しましたなのでちょっと1回目なのでだいぶあの不慣れなところとか僕もあると思うんですがあの皆さん最後までお付き合いいただければと思います,ですがあの これはちょっ言い訳ですけどあの、えー、このある程度その中上空向けの内容っていうのを一回も今までや僕が講習したことないかっていうとそうじゃなくて私のところにですねあのこの RNSEC とかそういう、えー、と元大,大規模データを使った解析を習いたいって言って来る人があの年に23回大体いるんですけどその人にやっぱり同じこの場所で教えてますただもうちょっとそういう時は23人とかあの 2, 2人ぐらいが多いかな。 あのことが多くてそういう人たちにここで教えたことはあって今日の内容もあの実はあの1月に1回あのここじゃなかったんですけどほかで教える機会があって一通りやっててどういうところが詰まるかなっていうのは皆さんにもメール送ってそれはできればふふ塞いでくださいっていうふうにあのメールしたと思うんですけど「あのハイスカフふれるよ」とか「アップデートが古いかもよ」とかそういうのですねあのそういうのはある程度こうノウハウがあるつもりなので、まあ、その辺をもうクリアまあ したっってていうふうふに言ってますけどあ前提はそうなんですけれども割とまあ,あのその辺取りこぼしてると思いますのでその辺を補いながらっていうのがあの、えー、この趣旨なんであのただこう打ち込んで写経って言いますけどお経をの,と,のと一緒ですけどあの書,書くというのと一緒ですけどこの書いてあるコマンドを打って何かあのっていうよりはあのト,ラブルをトラブルが起きてそれをどうあのえっ、ー、と 対処したかという方が、まあ私どもというか、皆さんにとっても多分大事だと思うんで、そこをちょっと重視したいと思うので、あのまあいろんなレベルの方がいらっしゃって、あの非常にできる方にとっては非常にたつまらないことになるかもしれないんですけど、そういう人は勝手にいろんなとこやってですね。あの捕まえてあのやってください。ただ、本当今までの講習会のように。ただ僕らが一方的に喋って皆さんがやってで、それで進めていくっていうよりは、あのどんどんこう手を挙げてあの捕まえてください。そのために実はあの割と。 後ろにスタッフのものののがおりますでスタッフ人間に意思表示してですね教えてちょっとちょっと教えてっていうふうにしていただければ行ってやると思うのでそういう感じで進めたいと思いますまあ最初はちょっと慣れないし緊張もあると思うので難しいかもしれませんけどどんどん捕まえてやってくださいそれが私からのお願いというか最初のまあ 話ですで、えっとまあ、今日の,あの、えっと、講習会のテキストに関してはもう基本的にこれの,その r n s c の部分って言いましたけれども、まあ、その部分をやるんですがあの、まあ、それ以外にですねあのちょっと皆さんにもメールでお知らせしていると思いますけどこの,の、えっと、GitHub-AJAX-Training っていうあのウェブサイトの方からあのこういう あの付加的な内容があのもうメールで渡したから URL は知ってると思いますけど、まあ、あの今知らないって人用にこのこれですねちょっとなかなか,ちょっとで,かでかくやるとでかく出せばいいんですけどなんか変なのできたんでちょっとこれは取っといてよいしょいいあ全部入っちゃったな多分ここ,かここまで打てば。 こういう URL を打てばャ j a x a の2ですねっていう URL を打てばこの講習のですね付加的補足的な内容の資料というのはここに 置いててあのそれぞれの講師の人の名前の下に、えっと、できてて今のところはこの私の本能ーーと大桃さんのものだけが上がっておりますが、まあ、クリックするとこういうふうにあの見えるようになってますのであのこれもあの合わせてやっていただいの見ていっていただければなというふうに思います。で私が最初にやるっていうとオリエンテーションなんですけれどもオリエンテーションに関してはまあ皆さんがまあ使えるようになるというのがあのまず目的なのでえっと ちょっとずつやっていこうと思いますやることはもっとここに書いてあるような流れでやっていくつもりなので、まあ、そんなのできるよって人が多いかもしれませんけど、ちょっとまあ、あのいやできる人はどんどんあの、えっと、進めてくださいっていうか、進めたいと思います。これはあの進めるって言ってるのは、さっきから言ってる通り、この,、えっと、この本のですね、えっと、97ページの,その発言解析って書いてあるところですね、これに書いてある通りに、えっと、基本的にはずっとやる予定です。はい えっと、今日とは日の午前中までで大体この発言解析のセクションは大体いい終わる予定で終わらなかったらあの午後に、まあえっと、続けてや,るあのやりますしその後にあのこに今回やったやつの,あのことに関してあの優勝というか、まあ、CLC イオの,あの、まあ、今木上げになっちゃいましたけどそこの。えっと そのソフトですねこの、まあ、インストールしてくださいってもそれもメールしたと思いますけどこれですねこのアイコンのこのソフトウェアの CLC c、LC、ノミクスワークベンチですねを使った r n a セックの解析っていうのをすで、えー、に、えー、それをあのサポートされている宮本さんの方からあの本当は講習してもらう予定だったんですけどちょっと急遽出張が入っちゃったということであのビデオで頂、えー、い,いておりますのでそれをあの私が補足しながら、まあ、やるというふうなあの2日間にしたいと思ってます。 なので、えー、とこれまで何か聞きたいこととか質問とかありますかあれば。で、えー、とひょっとしたらアネセック以外も知りたいっていう人がたくさんいる,あたくさんいると思いますけどその場合は、まあ、あの私どもの分かる範囲であのいろいろご相談には乗れると思いますので空いた時間とかあのそういう時にあもうできてしまってあのこういうの聞きたいんだけどっていう時にはあの呼び寄せて。 あの聞いていただければあのできるんじゃないかなというふうにあの思いますので、えー、よろしくお願いしますはいででですねでで実は今回の講習のまあえっ、ー、と、うん、シラバスというかまああのうんとな何コマ目にどういうことやってっていうのはこの実はこの本の十ページ目にあ,のあるあの RNESEC 用のあの人たちのこうえっ、ー、と 授業のこうあのプランの例っていうのを出してます。その10ページ目のものにのっとってやってまして、本来なら8コマやるものをあの2日にまとめてやっちゃうというあのちょっとあの。 チャレンジンジグなな内容になっているんですけどだから今実は僕が話しているのは1第1コマ目のオリエンテーションネットワーク接続確認っていうところに相当しますし午後、えー、今日午後やるのはこのコマ数でいうところの234の、えー、ところで実はあの、えー、といろいろ発言解析用の NGSRNSEC 解析用のソフトをインストールして、えー、実行して。 っていうところでそのトップハットでプログラムがあのかけるところまでできるっていうのがこのあの四コマ目までのあの流れになっています。そこからあと五六七八二の部分のコマ数のところに関しては明日の朝からやるというえっとかえー、っとあつえつもりでやっております。でまああの僕の話だけだとつまんないと思うのであの NGS の講習のえー、っと参考としてあの 過去にやったその我々の講習会の,あの動画とか資料がありますのでそういうのも見て頂ければいいと思います。あの清水敦さんっていう方あの岩手以来の,あの私の、まあえー、と一緒にこの本を出した人間ですけれどもあの監修をやった人間ですがその方が話してくれたあの資料とかがあのこちらの、えー、DOI の元 DOI っていうのはあのデジタルオブジェクトアイデンティファイアーつってデジタルのデジタルの,あの 何かをこう指し示すやつであのまあ昔今までの,その論文の,あのサイテーションと似たようなもので使えるこの便利な ID なんですけれどもあのこの ID のもとにクリックするとあの何が起きるかというとですねこういうあのビデオですね統合テレビって言われ実はこの部屋であの後ろであのビデオを撮影してくれてるあの小野さんがあのと私なんかでこうやってるあの統合テレビというものですけれどもそれの,あの 動画へののリンクとあとあこの辺ですねテキストとか資料がこちらって書いてますけどこういうのをクリックするとその時の、えっと、テキストが全部これ、えっと、全部多分クリックアップルなんでこうやってやると見えてくるのであこんなふうになってたんですねこれすごいなまあ自分私も知らなかったです <laughs> こういうふうなまあ,あの形の資料が、えっと、ありますからそういうのもまあ,あの見てくださいまあ あともう一つ鈴木さんという方がこれがんの関係の NGS の講習を去年やっぱり、えっと、米子ですね鳥取の方でしてくれたものもあの同じように、まあ、利用可能になっています。あとまあ,あのこれは NGS そのもののまあ解析のかな話で、えっと、データの解析ですねデータ解析に特化したものの参考資料としては私が何か書いたものとか私があの先月、えっと、九州であ九州じゃないあの、えっと、鹿児島か。 鹿児島でやったあと実はあの私ども d b c s と一緒にあのやっている NBDC というバイオサイエンスデータベースセンターっていう JST のセンターがあるんですがそちらの方でも NGS のデータ解析トレーニングコースっていって2週間みっちりあの夏とかにえっと夏とかじゃない夏にえっとこういうコースをやってるんですけれどもそのコースでの,あのどういうことをやったかというのがあの。 こういうふうに出ててですね。で、その時の講習も全部動画で撮られてて、利用可能なんで、見るとわかるんですけど、実はこれ2週間かかっていろんなことをやってます。で、RNSEC に関しては、実はこの中で、えっ、ー、と、えあれ ?1 日、あ、こうですね。一日やってるんですけれども、まあ、その、 1>, まあ1日の内容なのに2日でやるのかっていうふうに思うかもしれませんが実はこれをやるまでにですねいろいろユニックスのスクリプトを書くとかそういうあのだいぶこう、えー、とこういうことが前提となった上で1日なのであの今日と明日の1日でやるのがあの決して多いのか少ないのか僕は分からないんですが、まあ、そういう前提でやってて今日だいぶこの辺の部分の話もちょっとは出てくると思うんであのまあそういうのでもっと深く知りたいと思ったらこの,あの辺のあの 資料を見ていただければあのより深く分かるのであの早く済んじゃって暇な人はこういうのを見ていただければというふうに思います。それで、えっとまあ、進めていくにあたってですねちょっとあの皆さんにとっては愚問かもしれないですけどちょっとアンケートを取らせてください。で、えっと、いいですかねじゃあ,あの聞きたいのはじゃあ普段あの時代シーケンサーっていうのを使ってるという方使ってるっていうのもいろいろあるんですけどだから まあ自分のデータを持ってるというのは下にこれありますけど自分のデータを持ってるというのもあるかもしれないしあの普通にあのインターネット上にというかまあすぐそこの、えっと、DDBG のところですけどにあるデータというのも含めて NGS のデータを使うというのもあるし NGS の,のシーケンサーはこの1階にありますけどそういうのをまあ含めてですね NGS 使ってるという人はどれぐらいいますか使っているという方 ?123456 あ,ありがとうございます。 ななあすみません1人風間違えましな 7, 7人ですねあ誰かツイッターに流しておいてください人 <laughs> えっとそれでえっとでその中でですね自分で NGS の解析あのデータっていうか自分たちの NGS のデータっていうのがあってそれを解析しないといけないというふうな立場にあるという方はどれぐらいですか自分のデータ持ってますね1234あっ2468人あ増えましたね、うん、じゃあいいですあの 割と皆さん自分のデータを持っててといいうことなんですねはい、分かりました。でまあ NGS の話に関してはまあ,あの実はここでそのシーケンサーの種類があっていうの話もあのしてもなんなんであんまりここではいたしませんがあのまあごく簡単にだけ私がちらっとこの最初でオリエンテーションなのでしようと思ってます。でえー、っとシーケンサーはまあいろんな種類があってとにかくたくさんデータがえー、っと ATGC のデータがたくさん延期配送のデータが出てくるってまあ,まあざっくりそう思っていただければよくてそれで実際シーケンサーもいろんな種類あるんですけれども多くの場合はこの FASTQ っていう形式の,あのデータが出てくるというふうに思ってください。に関しては後でちょっと詳しく言いますでその出てきたデータをなんかするんですけれどもあのまあ大きく分けてマッピングするかアッセンブルするかということになると思います。でえっとで実は今回の講習会でお話しするのはこのマッピングの 話だけですでアッセンブルする話に関しては、まあ、あの基本的には、えっと、ここではしないんですが c l c バイオの,あのプログラムはこのマッピングもアッセンブルも両方あのやってくれますんでアッセンブルをやりたいっていう人はそっちの,人そっちの,あの項目を後であとで <laughs> 頼っていただけるといいかなと思います。でこちらにある通りえっり、と、普通は、まあ、自分のデータがシーケンサーから出てきてそれを、まあ、解析するって流れなんですけれどもあの自分たちのデータがあの まあないとかあの他のチームのデータをこうあえっ、ー、と再解析するっていうことがあのまま出てきますそういう場合にはあのそちらのあのたト,トライエンタテモの2階にあの実はあるんですけどその DDBJA の SRA まあ DRA で略して言いますけどその DRA というところからあのデータを引っ張ってきてですねあのこのファストキューという形にしてああのこのマッピングなりアッセンブルなりするということになりますで。えー も、まあ、ともとは DDBGSRA の方にえっとファースト級形式でずっとデータは入ってたんですけどこれだとちょっとファイルサイズが大きいっていうことで圧縮された形式の SRA 形式とかバム形式というようなものであの保存されてお置かれてることが多くて特に NCBI のこの SRA の方なんかにはこの SRA 形式というので置かれてる,ると思います。で、まあ、それをまあこのファースト級ダンボというプログラムを使ってファースト級に設置さ 変換してこう自例ううえば、まあ、これはこれ僕の書いたその小説の図から取ってきたんですけど、まあ、基本的にはファスト Q っていう形式にすればまあ何でもできるよと。だから今日もあのお話しするあとで話すのは、えー、ファスト Q っていう形式がを取ってきてそのファスト Q っていう形式のデータをどうプログラムで成形してあの遺伝子の発現の値にしていくかというところがあの。 になりますでファーストキューってさっきから言ってるけどじゃあファーストキューって何ですかって話なんですけれどもファストキューっていうのはあの実はあのこんな感じの,あの、えっと、形式のファイルですだからあの中身を除くとあのこうワードの,あのドットドックとかあなんなとは違っててあのテキストファイルのことなんだけどその,テキ,ストの中テキストファイルの中でもフォーマットをいろいろ 分けてでるんですけど、まあ、そうそうこういういファイルですでこれを見たら分かると思うんですけど、まあ、2行に1回あの規則性があるように見えるかもしれないんですが実はこれ本当は4行に1回の規則性になってます。で変形配列っぽいものがあの出てる出てますよねこれねこういうのこういうのとかこういうのが4行に1回出てて実はその4行に1回があの。 この形式のあの。ファイルのあのなデータの単位になってます。これがあの一リードですね。で一リードの情報が四行に一個出てると。でなんかちょっと。延期配列じゃないけど、あの延期配列っぽいのがあるの。延期配列っていうか、まあ普通のアスキーの配列があるの。アスキーっていうか、まあ普通のアルファベットがあるのは、これはシーケンスのクオリティの。あの情報になってます。で、このあ上のものは、これはあの I. D. ですね。I. D. があって。あの。 このシーケンスの,、まあ、あの ID をまあがこういうふうについているとそういうのがまあ4行1単位とかで出てるとで NGS たくさんシーケンス出てきて例えばあの今の m y s e q なんかだったらまあ5,000万リードぐらい1回出るんですけど5,000万リード出ると4行,が1 4行で1個のエントリ,リードを表しますので、えっと、2億行を1回出てくると。 いうことになります。これがね、二億行のファイルになると。で、二億行のファイルぐらいになってくると、えっとファイルサイズどれぐらいになるんだろうって思うと思うんですけども、まああのギガのオーダーになります大体。で、ギガバイトのオーダーになってくると、あの八ギガバイトとかを超えるようなファイルが出てくることがあります。そうなると、えっとまあ最近はだいぶあのなくなってきたんですけど、あのファット三十にフォーマットって言って、あのまあいわゆる えっと、ちょっと前まではなんですけどハードディスク買うとあのデフォルトで一番最初にあのフォーマットされているのがこの FAT32 とかだと思うんですけれども、まあ、そういうのでではねあのハードディスクの大きさが 1T とか 2T とかあってもですね、えっと、8GB の,ファイルがあの大きさのファイルをあの扱えないことがあ,のあってフォーマットをちょっと一番最初にハードディスク買ったときにあの そういうものを扱える別のまあ、NTFS とか EXFAT ですかね、EXFAT とかいうそういうフォーマットにしておかないとあの NJS のデータが置けないっていうことがあってですね、Mac だとあの普通にあの何でも一番最初のデフォルトのままでいいんですが、あの Mac で Windows ででも使うハードディスクをこうマウントして使うことがあると思うんですけれども、その時にはあの FAT32 じゃなくて別のフォーマットにあのした方が良くて、まああの Windows と マック両方方で使うんだったらこのの方がいいいと思います NTFS だとちょっと Mac ではあの不具合があることがあるので、まあ、こういうあのフォーマットにも気をつけて、えっと普段はまああの最初にこうあの使ってくださいとこれ一番最初にしておかないとなんで困るかっていうとハードディスクにどんどんデータ書き込んでってそれが対比できないぐらいになってしまったりするとあのフォーマットっていうのは一回全部消さないとできませんのであの一番最初にこういうことをしてあのやっておく。 必要がありますでまあ分かると思いますけど八ギガぐらいのデータあ1個のファイルが8ギガとかになるとそれをダブルクリックして開くと大体あのコンピューターフリーズしますのであの皆さんこれはあの気をつけてやってください。でそれをフリーズせずにどう扱うかというのがこの NGS なんかのデータの場合のちょっとミソになってきますが、まあ、それに関してはあのターミナルの中であのそういうでっかいファイルを扱うようなコマンドを、まあ、使うというふうに、まあ、なるということですね。まあ、それに関してはまたおいおいい やっていいこうと思いますだからシーケンサーの種類がいろいろありますけどそれ関係なくファスト Q っていう形式になってるとでそれをまあマッピングアセムするっていうのがあの流れでえー、っとでまあ マッピングとアッセンブルでじゃあ r あ n セックとか,なんかチップセックと違うじゃないかってよく言われるんですけどそれはあの違うあの応用なのでマッピングとアッセンブルというのは本当にコンピューターがどういうことを処理をするかという部分の違いでアルネセックとかチップセックっていうのはその配列解析の応用の話なのでちょっと違うんですねだからそこをちょっと今簡単に説明しておくとマッピングっていうのはここに書いてある通りえっりすでに決定されているゲノムリファレンスゲノムってよく言いますけどリファレンスゲノム配列があってそれに対して えっと自分が持っているそのファストキーのファイルがまあそのマッピングされたゲノムのどの部分にああの相当するか写像ですねこれまあマッピングっていうのを日本語で言うと写像になりますけどその写像することになります写像、まあ、っていうのも言ってもよくわからないのでいつもマッピングって言いますけれどもそういうあの操作がマッピングになりますで多くのこのゲノム配列がすでに決定された生物ではこのマッピングっていうあのアプローチをやります 普通はだからこうとにかくデータあったらマッピングするというのが基本で、まあ、とにかくするのでもうすでにマッピングされたデータっていうのが利用あの公開されているような場合もありますそういう場合は面倒くさいのでそのマッピングされたデータを使うっていうようなことからあるあマッピングされたデータから使うというようなこともあのまのまあありますそういうまあ操作ですまあほぼこっちをやるんだなって思ってください実は今日の午後からやるのもこの操作です要するにで でもう一個アッセンブルなんですけどこのアッセンブルっていうのはあのそういうゲノムとかなくても手持ちの短い配列から長いもともとの配列、まあ、ゲノム配列されることが多いですけどそれを組み立てることですアッセンブルするということですでまあこれはまあゲノム配列を決定するプロセスなんかでよく使われるんですが実は最近はこの、えー、とここが長い配列はゲノムじゃなくて遺伝子配列まあトランスクリプトですねトランスクリプトの配列をやるトランスクリプトのアッセンブリーなんていうのも やります、まあ、そういうような、まあ、解析の手法ももちろんできるんですけれどもこの本で説明しているところの今一番使われている解析手法はこのマッピングによる手法になります。はい、でまあそういうことですね。でまあいろいろファイルのフォーマットが出てくるのでよく分からなくなると思うのでここにまとめてあります。でこれスクロールすると横に行きますので。で一番よく さっっっきから言っててるのはファーストってやつですねでファスト Q って何でファースト Q っていうかというともともとファースト A っていうフォーマットがあったからなんですね。でファースト A ってフォーマットにはクオリティバリューが入ってなかったんで,でクオリティバリュー付きのファースト A ってことで多分ファースト Q っていうようになったと思います。それだけなんですけどまああとはまあいろいろフォーマットが出てくるたびにあの、えー、そういうのがあるんだなってのをして,ておいて頂いければいいんですけれども簡単に言うと。 えー、ゲノムにマッピングするんだけどゲノムにマッピングした時に出てくるファイルフォーマットがこのサムとバムです大体いバムです。でバムとサムは何が違うかっていうとその形式がですねあのコンピューターで普通に開いて見えるテキストプレインテキスト形式の場合はサムでそれをバイナリー形式にしたものがバムバ b、AM、ってなってるので、まあ、これとこれはサムととムはあは表裏一体でお互いにこれ変換できますしあのこっちの方がデータが量が多くなっちゃうので普通はバムで使うと。 だからファストキューをリファレンスゲノムにマップするとバムが出てきてそのバムをさらに、えー、処理してこの下の,そのゲノムのどのこの位置にあるかというのを記述された GTF ファイルとか GTF とか GFF と呼ばれる形式のファイルとかあと BED とかですね形式のファイルを使うと。でまああと遺伝子の,あのバリアントの多形ですねの。 記述するファイルとして VCF というのが出てきて、こういうのも聞いたことあるかもしれません。まあ、そういうフォーマットがあるよっていうのがあのよくあの使うので、まあ、こういうのもいっぱい出てきても、まあ,あそういうのがあるんだなぐらいに思っといた方があの詳しく調べようと思うとなかなか資料もなくて調べれないので、ここに一応挙げておきます。はい。でまあ今回は今回はアルネセックの講習会なので、基本的にはこのよくあの NGS の応用としてはこの えっとアルネセックの話をトランスクリプトームの解析っていうものがあのをやるんですけれども明日えっ、ー、とちょっとまああのチップセックの解析 D N A 結合タンパク質の配列結合配列の解析というチップセックですねの話をあのちょっとそれもちょっと明日してもらいますまあそれ以外はちょっと今回はやらないんですけれどもまあよく一番実はあの S R N に含まれてて データが多いのは,このゲ,実はそのゲノムの解析なんですねゲノムっていってもほとんどはエクソームっていってエクソンの部分を再度読んでどこに変異があったかっていうのをこのさっき言った VCF っていうファイルですけどそれをまあ作るという解析が一番実はえっとこの SRA の中に含まれているものでは一番あと残りがこんな分布なんですけど、まあ、あのそういう感じになってます。はいまあまあ こういうのがまあ一番最初のオリエンテーションというかまああのイントロダクションなんですけれどもまあ一番言いたいのはあのえまあどんな人でも MGS データを用いて遺伝子解析できますってことです。これはまあ本にも書いてある通りなんではいやっていきたいと思います。で,で、でここまでが一応あの一番ものすごく簡単なイントロダクションになります。で、何か質問あります特にないですかねどうですか あ,あ,まあ、あってても後でどんどんん聞いいくださいじゃああのいよいよ実際の手を動かすのにやっていこうと思います。それでえー、っと基本的にはこの <laughs> あの、RS、解析セックの解析準備とていうのでやるんですけどこのレベル1の二っていう、えー、23ページからですねのコマンドラインの使い方っていうところをあの のの中のこれも全部やってると時間がないので、えー、とそこをまあちょっと皆さんとやってみようと思いますが皆さんどれぐらいやったことがあるかを聞きたいのでまたこれもちょっとすいませんアンケートなんですけれどもこれも、まあ、よろしかったてあよろしかったあぜひアンケートに答えてくださいでユニックス使ったことがあるっていう方ユニックス使ったことありますよっていう方あはい分かりましたえっ、ー、と11はいで えと日常的にじゃあ、いにく使ってますよっていう方、1、2、3、5、5人ですね、はい、どうも、21, はい、じゃあ、えっと、R であの統計解析言語ありますけど、その R をあの使ったことがありますって方、R 使ってますって方、使ったことありますって方 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1ありがとうございます、11。で えっとじゃあ、あの日常的に R 使ってますって方、普段からも R よく使ってますって方、あんまりいない3人、はい、分かりました。あんまりありがとうございます。大体、皆さんあの、やってると思うので、えー、分かりました。じゃあ,あん、ありがとうございます。じゃあ、あのコンピューターのセットアップの方に、これ、入っていこうと思います。ここですね。で、えーっと、ネットワークの設定は、まあ、皆さんつながってますね。で、えー、っと、でですね、あの、 このアップデートっていうのはさっきもちょっとちらっと言いましたけど、このあの、Mac の場合は、この Mac についてってやったときに、あのここでソフトウェアアップデートってやって、何も出なかったらあの OK です。ただで、出る場合は今、ソフトウェアアップデートしてください。僕出ません。なんかで出ました。なんか新しいの。アップデートありませんって言ったんですけど、あのアップデートが出る場合があって、それをやってください。で、皆さん多分 OS いろいろあって、えっと、別にそこは、 あのこの OS にしてこいっていうふうに言わなかったんですけど、まあ、僕のは L カプターになってますけどあの実はこれはあの寄せ見てで作ってますので寄せ,てば寄せ見ての1個前の10.10 10ですねで,あのでももちろんあの動くはずですのでそれでも大丈夫です。あのそれよりもうちょっと古いやつでも多分多分動くと思うんですけどそれが原因で動かないことがひょっとするとあるかもしれません。っていうわけですアップデです。 で皆さん大丈夫でしたかじゃあ,あのやりましょうか続きをじゃあえっとでですねあのターミナルで使う部分もあの多いんですけれども明日の講習で R を使うのでその R を、まあ、インストールしたいと思,思いますじゃあ R どうやってインストールするかなんですけどこれ44ページに書いてあるってことなんで44ページ見てみましょうでえっとこれはもう ここに書いてある通りであの R プロジェクトっていうところのページに行って、えーとえー、とダウンロード R っていうところで R をあのダウンロードしましょうということですでもう既に入っている方はいいんですけれどもあの入ってない人は一緒にやりましょうでまずは R をインストールするんですがここに書いてある通りやってましょうえっ、ー、とまあ多分ググったら R って出てくると思うんですけど この R プロジェクトですね。はい。それで、えっと、この本を書いているときは R の3.2.0が最新版だったんですけれども、えっと、あまあ、あ、そっか。R はいろんなサイトでミラーされてますが、近いところを選びましょうってことですね。えっと、で、まずダウンロード R。ダウンロード。 ダウンロード、R、なんてあるのかあこうかすすいませんこここですね <laughs> これをクリックしていただいていろんなとこが出てくるんですけどえっ、ー、と日本のやつだったらどっからでもいいんで,でみんなで多分同じとこやると死んじゃうんですがまあいいや一緒かあのこの等数券ですね イン t ティ i s t ブ・スタ l m カル・マセマティクスっていうところがありますけど、これの上か下,下、これは HTTPS か HTTP の違いなだけなんで、まあどっちでもいいです。こうクリックすると、こんなページが出てくると思います。でもう一回、ダウンロード R4MacOS 10ってこれありますね。これをあのクリックし,してください。そうすると、はい。ああ、はいはい。はいはい。 これぐらいはいでえっと忘れちゃったえっとこれで、えっと、ダウンロードしましょうこれ多分クリックすると落ちてくると思いますんでこれクリックしてダウンロードしてください <laughs> あもうすでに入ってる人はいいですよ R はい、はい、で R のバージョンが著しく古かったらあの今もやっぱりやってください今 3. のようで,すできましたかあできた方は R をじゃあこれダブルクリックしてインストールしちゃいましょう。 まあこの辺はや,やってきてって言ったからでき,できてると思うんですけどもしできないできてないって方は一緒にやりましょうでこれで同意するってやって、まあなんであ,れあ続けるでインストールでこれ自分の サスワード入れてもらってインストールとみんなできちゃってます、まあ、ここはやってこいよって言ったとこだからできてると思うんですけれどもで,できた方は RStudio の方をちょっとあのやってみましょう RStudio もインストールしてくださいこれじゃないな,なんかデフォルトがちっちゃいんだよなこれな ね、RStudio のインストールこれも46ページに書いてあるんでこれも、えっと、やってくださいもう、ね、でそれももうできちゃってる方はあのターミナルの起動ターミナル起動してこの天気予報をやってみてくださいこれこの、えっとえー、コマンドをター,ミナターミナルで打ってやると面白いことが起きますターミナルの起動は25ページにあ,のありますで できちゃってる人はこれ,これもちっちゃいんだよね多分ねどれぐらいのサイズがいいですかこれぐらいこれぐらいかなでターミナルを起動してえっとできちゃったもう R も R スタジオもできちゃって暇だって方はあのターミナルを起動していただいてえっとこの例えばこの cURL のコマンドのまあ例としてこういうのがあるよっていうのでここでこうペーストしてやるとターミナル上でもこういうものが出るこれちょっとそうですねウィンドウサイズがちっちゃいからダメですねもうちょっとこう広げてやるやるとなぜか三島の天気が出てきましたこれは実はあの cURL というコマンドがあるんですけれどもこれはあのものをダウンロードしてくるためのコマンドなんですけれども マイナス4はこれおまじないでその後がこれ実はアドレスなんですけどあのこういうアドレス wttr.in スラッシュミシマっていうアドレスを叩くとこういう、えー、とお天気情報がダウンロードできちゃうというふうな、まあ、あの便利コマンドになってますなのでウェブサイト見に行かなくてもこれで見えますよっていうあのターミナルを愛する人たちが作ったあのアプリケーションですはいで r インストールができて S r s t u d i も同じようにーまあ r s t スタジオも本当ダウンロードしてくる Google ググってダウンロードしてくるだけです r s t u d i ってやって r s t u d i の r s t u d i のサイトからあの普通にダウンロードは r スタジオってやって あのデスクトップの方ですねあのをダウンロードしていただければと思いますダウンロード R スタジオデスクトップっていう方ですねただでフリーなんで,でこれをダウクリックしてえっ、ーえー、とこれもいろんな種類出てくるんですけど我々のやつは MacOS10 なんでこの MacOS10 のものをクリックして、えー、とダウンロードしてくださいこれすでに僕もインストールしちゃってますけどこれをクリックするとあの落ちてあの インストーラーが落ちてきて、えー、とや,やろうかダ、ダウンロードできます。あ皆さん、できてますかね。それやったら、もうできてしまってるんだったら、もうあの次に行こうと思います。で、でこれ、多分やってて、動きがおかしいなっていうの気づいたと思います、ターミナルのやつ。で えと25ページからの,そのターミナルの起動の部分をやっ,やっていただいてですねあのまあ最初の方はこのファイルを例えばあのまずファイル何を見るかっていう時はこの「リストってコマンドの ls ってやつがあってこれをまあやってみましょうっていうふうにまあ書いててどんなのが出てきますかっていうのをこう書いてたりしますよね ls とか。であのこの MKDIR というのはこれメイクディレクトリーってってこのフォルダを作るコマンドなんですけれどもそ,のそれをまあやってみましょうとかそういうふうなところがずっと続いててずっとやっていくとですねあの実は多分38ページのところで詰まると思いますで実はこの38ページのところがこれ実は五色で <laughs> あの大変申し訳ないんですけどもあの38ページの上から5行目のこの,、C、あの黄色い部分ですね CURL でこれも今使ったコマンドが CURL であったと思うんですけどそれの,あのやり方の例でなんか「学研メッシュって書いてあるんですけどこれ実はこのアドレスは存在しなくてあの違うんです。で,なでじゃあ正しいのは何ですかっていうんですけどこれ実はあの、えっと、この本の,あの、えっと、整語表のサイトがあ,のありますそれはここに、えっと、貼ってあるんですけどこれで見ていただいて見ると。 ここですねちょっとまだこれもちっちゃいなでここに「整誤表」ってあるんですけどそれにですねよく見ると38ページの上から5行目はこうですってこう,こうじゃなくてこうって書いてある,あるんですねだからこの「コマンドライン .tar.gz」タードと,というの多分皆さん普通にやるとダウンロードできなかったんじゃないかなと思いますなので、えっと、この整合「整の間違ってるかどうかっていうのはこう,こういう整誤表をチェックしてあの 自分のコマンドがうまくいかなかった時にはこういうのをチェックしてやってみてください。あのこれは本当すいません私どものチェックミスで実はこれ仮の URL なんですね。ねこれ仮の URL を本当の URL するのタイミングを見,、えーまえー、と見落としてたんです。もう大変申し訳ございませんだからこれでちょっと新しい方であの。 すべて全部やったっていう方もこれでちょっとその38ページの部分をやってみてください。えっとそれで RStudio をダウンロード裏でしてたんですけどできたって人はこの RStudio のインストーラーをえー回答してですね。そうすると これが開いてきてきこの RStudio の場合はこれをあのここのアプリケーション図にドラッグして落とすドラッグドロップすることでインストールが完了します僕の場合でにあるのであのまあいいんですけどすでにあるからこれ、えっと、あのインストールできないんですけど、えっと、インストールすると,、うん、と RStudio ってアイコンがここにアプリケーションの中に出てくるのでそれをダブルクリックすると RStudio が起動します。こういう,のように はい、ちょっとちっちゃいななんかデフォルトで大きい画面になるようにした方がいいのかなちょっとすいません、ね、おかしいなおかしいなまあい,いや選べないんだなこれはいそういう感じのことですね RStudio もまあインストールできたので、でまあ、このターミナルにまた戻ってくるんですけれども、そうですね、ターミナルはあのちょっとここが一番多分皆さん失敗しそうなんで、まあ、今、整合表のところは気をつけてくださいって言いましたけど、えー、ちょっと解説しながら、ちょっと時間を取ってやってみようと思ってます。で、<laughs> この本の、えっと通りに、 やりますかねこれ本の予習といやもうすでに全部やってきたっていう方僕かなりメールで書いたんですけど本当にやってきたっていう人どれぐらいいますあみんんなやってきてるんですねじゃあ大丈夫かなじゃああのこの整合表でダメだったところだけ一緒にちょっとやってみましょうか。あんまりなんか皆さん退屈そうなんであの申し訳ないかなと思って。 じゃあ,あのこの正誤表で間違ってたよっていうところだけちょっとじゃあ皆さんと一緒にやってユニックスのこの部分にしようと思います。で正誤表を見ると、えー、この赤い方が正しいということなんですけどこの CURL のこのコマンドは間違ってたようなんでこれを、えー、選択して、えー、コピーしてですねで、うん、自分のこの ここに取ってくるというのをしてみたいと思います。そうするとなんかおかしいな。これなんでこれうまくいかないんでしょう。コマンドノットファウンドとか出てますね。これ実はあのー、このあの PDF なんですけど、PDF からコピーするとたまにこの。えー 人間が見たらこれ確かにこのイニックスのコマンドっぽいんですがなんかそうじゃないんですね。何が言いたいかというとこの辺のえっと、えー、コマンえっとちゃんと表示されてて出てるようなんですけどちゃんとした動作がしてないんですねこれね。でなんでしてないかというとあの文字がこれあたかもその同じように見えるんですけどなんか違うんですね。何が言いたいいたかというとう これでリターンってやると間違っちゃうと。なんだけどこれでコントロール C っていうのをやってこの上と全く同じように自分で打ち込んでみましょうそうするとうまくいくと思います cur。curl-l の http のコロンスラッシュスラッシュの修順者 .com の ngs.level1-2 のコマンドラインター gz と。あれ これもうまくいかないな間違えてるこれひょっとしてこれ訂正って言ってもまだ間違ってますかひょっとして <laughs> あれうまくいかないですねこれなんか多分この CURL のえっとこのコマンドが変わっちゃったのかなちょっと じゃあ CURL の,の PDF がこれまずあの間違ってるっていうのがまず疑うべき一つだったんだけどこれ CURL のコマンドがうまくいかないっぽいので O にしてみようか o, o, o じゃないんだめか大文字 O か o 文字 O ですねすいませんこれまた間違ってるようなのでもう一回これレポートしておきますけどすいません僕ももう <laughs> チェックしたはずなんですけど前はうまくいったんですけどちょっとこの辺のコマンドがちょっとずつ変わったりとかするんでこれ c r l のこれ O にしてくださいまたこれ間違ってたということですで O にするとこのコマンドラインドットタードット GZ っていうのがダウンロードされてくる来てますこういうふうにねでそれをえっと展開しましょうっていうのがこの38ページのあのものですなんでこれ L にって書いてんだろうな O だと思うんだけどなまあまあいいや でそれでですねそれでこれで次のその38ページのその下のところの,あのターのテープアーカイブでこのコマンドですけどターの,の ZXVF っていうので展開してみますターの ZXVF でコマンドラインってそうするとこういうふうに展開されてこのコマンドコマンドラインサンプルズっていうのがえっとできたと思いますこれですね 見づらいかもしれませんすいません,すいませんこの「コマンドラインサンプルズ」ってやつですで今、えっと、LS ってやってるのは普段僕のこの LS だとあのカラーがひ色が出るような LS にな,なってるんですけどその LS の意味をあのバックスラッシュ LS ってやることでこのバックスラッシュですねあの円記号です皆さんのキーボードに多分ある、えっと、円記号のこのバックスラッシュ円記号を打つと多分バックスラッシュってなると思うんですけど バックスラッシュ LS ってやるとあのその機能が切れて、えー、でさらに、えー、とこの機能を切った LS っていうのはディレクトリとファイルの区別がないので見づらいのでさらに「F」大文字 F っていうのをつけて、えー、とターミナルをやると,、えー、とディレクトリのものは最後にスラッシュがつくし普通のファイルはこれですね普通のファイルは何もつかないというふうなものになるので、まあ、そういうふうにあのやります。はい そ,それの中にコマンドラインサンプルズっていうのがあのできてるので、まあ、そこを、まあ、見て、えー、とこの後の多くとか何とかが、まあ、あのできるんじゃないかなと思います。この部分は多分皆さんできなかったんじゃないかなと思うんで、えーとまあ、ここは、えー、と多くとかそういうプログラムの,この説明なんで、まあ、この辺はちょっとマニアックなあの部分なのでここはまあ,あの えっと、今はこれできなくても後の部分できますからあのあこれで、えっと、ちょっと、えっと、できるように38ページのできなかった部分はできるようになったと思うので、えっと、やってみてください多分これちょっとなんかプログラムコマンドラインとかの仕様が間違ったのかこれ誤色でこれ間違ってるのかちょっと、えー、前はこれでうまくいったんですけどねまあすいません僕らのこれやっぱり本の間違いなので後でこれえっとえー 出版社の方にまた言ってだから整誤表で正しいって言ってくれても正しくないことがあるってことですで,で本当これは僕ら出版した人間からすると大変申し訳ないんですけれども、まあ、こういうことがあるよっていうのをちょっとあの、えー、皆さんにこうう伝,え伝えたかったのでちょっとこれ言っておきます言っておきましたで,でこういうふうなのを見つけたりすると自分でこれが正しいのかなっていうのが わからないと思うのでまあそれは僕にもちろんあの言ってくれるとか電子メールで言ってくれるあの教えてくれるとかでもいい,い,い,しい,いですし、まあ、それがあの恥ずかしい方はですねあのうんとこういうツイッターなんかでえっとツイッターなんかでこのえっとこのえー、っとあれツイッターなんかでつぶやいてくれたら僕らがまああのえっと見る あの見ること,があると思いますであのこの本この本用のツイッターのハッシュタグっていうのも用意してて NGS アンダースコア DAT っていうのでやってるんですけどあのこれですねこういうやつ、まあ、僕がつぶやいてるやつばっかりですけど全然誰もつぶやかないからあんま数が今3つぐらいしかないんですけどあのちょっと見づらいかもしれませんが。 ちょっとあれなディスプレイがでかすぎんの NGS アンダースコア DAT っていうハッシュタグをつけてつぶやいていただければ間違いなく僕は見ると思いますのでそういうのを言ってくれればどんどんさっきの整合表に反映するようにしたいと思ってますのでまあぜひご協力ください。そういうのを見つけたら教えてほしいってことです。これもだから URL が間違ってるって言って書き換えたんですけどこのコマンド自体が実はこれ間違えてたというこう例になると思いますなんでだろうね CURL これなんでこんなエになってんだろうな、まあ、昔はこれでうまく動いたのかもしれないんですけどちょっとうん、本当ね10月に出版したばっかりなのにまだこんなのですぐ変わっちゃうんですよねちょっとすいません CRL の間違いじゃなくて多分これはあの僕らの方のこの 5色だと思いますすのであの後で後直すように言っておきます、はい、じゃあそれではまあこういうので、まあ、ユニックス大体皆さん予習してきてくれてたっていうことなんでだいぶオリエンテーションはこれ早く終わりそうなのでじゃあ一足先にもう最初の本当の,あの講習の方にお桃さんいいですか 移ろううと思うんですけどその前にああのその前にですねあの大本さんの方の先にもうやろうと思うんですけどその前に一番最後に実はやっとかないといけないこととしてこのホームブリューですねホームブリューの,あのインストールっていうのだけこれ、えっと、ちょっと最後に説明して終わろうと思います。でこれも40ページにあるんですけれどもホームブリューも多分皆さんこれ一通りやってくれてるんだと入ってると思うんですけれどもちょっとじゃあホームブリュー入れるとこだけちょっと皆さんと一緒にやろうと思います。 でその前にですね、ホームビューを使うために、このコマンドラインデベロッパーツールっていう、やっぱり40ページに書いてあるやつがいりますで。やってない人は、これ、えっと、やってみてください。入れてください。で、40ページのところの、えー、まずこの上の X コードセレクト、ハイフン、ハイフン、インストールってやつですね。これをやればあの、インストールできると思います。で、これはすでにインストールして,し,てしまってると、もう、多分変なメッセージが出て終わりなんですけど、 X コ, X コードセレクトイ,インストールってやってくださいそうするとこういうふうにコマンドラインデベロッパーツールが必要ですって出てきますそれでこれでインストールってやってくださいで利用,利用規約がありますからこれまあ、まあ、本当は頑張って読むんですけど読んで同意するとそうすると聞いてきますので あとは待てばインストールできると思います。これ、えっと、インストールしてない人は今やってください。今やってますかね、皆さん。なんか、表情見てるとやってるよって顔してると思うんで、えっと。で、これができたら、あの、ホームブリューの方をこれインストールします。で、ホームブリューのインストールも、皆さんもうやってるのかなやってるんだったらいいんですけど、本当にやってない場合は、えっと、ここに書いてあるコマンドを打てばいいんですが、 あのそれもめんどくさいと思いますのでやり方としてはですね、えー、ともうググってですねホームブリューってググる,ググると,、えー、と出てきます一番上にでそうするとこのコマンドを実行してくれればいいよって出てきますのでこれをこれをですね、えー、コピーして、まあ、同じですあのここに書いてあるのとでそれをここに、えー、と貼り付けてですね 貼りり付けてリリターーーーンンとやるとあのホームブリューのインストールが始まりますですが僕はすでに、えっと、ホームブリューもインストールしてあるのであのこんなメッセージ出ますけどな,ない人はあの、えっと、入るここでホームブリューのインストールが始まると思いますんでやってみてください。もう大体やってますかね皆さんもやってるかやってるよねや,やってこいって言ったんだからやってるよね。まあ、確認でですここで今やってる であそうですね、これで X コードのやつも終わったので、えー、でホームブリューも入れこうやって入れるとそうするとあのホームブリューが入った状態でここであのまあ、えー、この40ページのとこにあるようにあのこのブリューっていうコマンドを使うことでホームブリューのなんかいろいろができるというのがまあいろいろあって。 でまあ試しにダブルゲットっていうのをインストールしてみましょうっていう例が41ページにあるんですけれどもこういうふうなダブルゲットっていうのはそのさっきから言っている CURL の,のと同じようなことをやってくれるツールなんで皆さん結構よく使うこの業界の場合はあのどっかのアドレスにあるデータを取ってくるっていうのをやるんですけどインターネットのウェブブラウザを開いてやってるとなかなか大変なのであのですね 大変なのであのこのコマンドラインでも済ましちゃいたいというときにダブルゲット、えー、HTTP のコロンすらすらなんとかってやるとそのデータが自分のところにこうダウンロードできるとそういうふうになりますのでこれよく使いますちょっと前置きがなくなりましたが、えー、ホームブリューでインストールするのは簡単でブリューのインストールのダブルゲットとかでそれでリターンってやると入ります僕のはバイオスに入ってるからお前のは入ってるよって言われるんですけどあの それじゃあ悲しいの一回アンインストールしますアンインイストールしてアンインストールってやると消えますでえっとインストールしますそうするとこうやってあのまず本部流の、えー、とこから取ってきて、えー、はいあの展開して勝手にやってくれますこれでもうダブルゲットが入りましたでダブルゲットってやるとでリターンってやるとダブルゲットの使い方って出てきて、えー、なんか URL を入れればあのできるよとっていうことですね。